皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。4月14日フレンドマルチ久々にやっていきたいと思います。品川まりえさん、羊のけいさん、ピロシキ様さん、ピカイチさん、ちょっとね、人数がもし集まらなかった場合、なーくん過去マルチおひささん、まあ、ちょっとさ、今日ちょっとこれ以上集まらない気がするんだけど、久々すぎてだとしたらもうこのまんま行っちゃえばさいいのかな。あ、待って、今さ緑と青チームが一人ずつじゃなかった？わあ、やっぱり緑と青一人ずつだ。申し訳ない、ちょっと私の計算のできなさが表に出てしまったようです。本当に皆さんごめんなさい。どこだ青チームって思ったけれども、ちょっと操作がね、時間足りなかったわ。マジでごめんなさい。羊のKさんと、あとヨッシーだな。あ、ちょっと名前見れなかった、名前見れなかった。いや、ほんとごめんなさい。私の計算がさ、本当にできないのよ、マジで小学校1年生とか の多分宿題とか見れないと思うわ。え、マジでそのレベルだから。本当に知り合いにもね、私のその計算のできなさは、それこそ本当にピカイチって言われるぐらい、本当に異常だって言われるぐらいなんですよ。わー、ピロシキ様さんか、ほんとごめんなさい。ちょっと、まあ、今回はもうここにまた2人追加して入ってくれるのを期待するしかないな。やっちゃったな。でさ、これがさ、もう久々にやったから、もうこういう風に色を間違えてしまったっていうわけではなくよ、通常でさ、1週間に1回やってた時も多分ミスったことあるのよ多分これが初めてじゃないのよいや、そうやって考えると多分私の頭の弱さが皆さんには分かるんじゃないか。キノコモーラー、いい、お、いいね。これで私は2位でゴールできるんじゃないか。え、え、今のどうなってんの。私のお尻が4位でゴール。1位、緑チーム、おめでとうございます。お、緑チームに追加、神様さん、ありがとうございます。セカンドレース、ちょっとさ、あ、ピコイチさんお揃い、いいね。今回はですね、私このヨッシーの2位を買ったにもかかわらず使うところがなさすぎるということでなのでフレンドマルチでね、使っていこうかなと思っております。ちょっとそれも最初にね、言おうかなって思ったんだけど、ちょっと自分でさ、間違えたのが衝撃すぎて怖い怖い、ここめちゃめちゃ怖いのよ。いや、今回はですね、そのこのね、ヨッシーを使うはいいんだけどさ、何だったっけこのスキルコイン配るんだっけ。いや、わかんなくなっちゃった。でもね、この子はね、確実に一つ言えるのは、間違えて買ったのよ。あ、ってことはコインボックスの可能性あるかな。あ、違うか、それは違うか卵か、卵、なんかヨッシーといえば卵だもんね。卵の可能性あるわ。あ、どうですか、このなんて言うんですか、ホワホワした感じの頭もう頭の中ホワホワしてんのよ今。一発目間違えたことから始まってるからね。で、ここでキノコ使い、怖いよね。この緑キノコじゃなくって緑コーラのさ、跳ね返りっていうのがすごい怖くて、今4位だからね、ちょっと前に行きたいけども神様さんに潰されると。あー、なーくんさんもいるね。いいね、いいね、かわいい。このスターってさ、マジかわいいよね。スターのさ、ちっちゃいぬいぐるみあって、マジでね、買ったもんえ、これ言ったっけ、スターのぬいぐるみじゃないよ、クッションだよ。クッションじゃなくてぬいぐるみだ、が売ってたんですよ。まあ、なんていうの、20センチ30センチはいかないから、20センチぐらいかな、なんですけど、それを私のね、ババロアっていう人形に乗せようかなって思って買いました。まあ、実際乗せてないんですけどね、デスクの横に置いてあります。うわ、いいよ、これでロケ2位でゴール。1位、緑ペア、お、青チームにもタツさんが入ってくれてる、ありがとうございます。ということでファイナルレース、まあ、ファイナルレースにて全員揃った感じだね。いいね、ヨッシー率高い感じ行きましょう。いや、全員揃って走れるのはめちゃめちゃ楽しいよ、楽しんでこい。で、ここで私がなんでキノコ、ね、誰、ね、誰、今のめちゃめちゃ上手だったんだけど、キノコしか出ないっていう悲しみよね。ちょさ、このさ、ヨッシーどこかで見たことあるなって思ったんですよ。あれに似てる、ガンコちゃん。いや、ガンコちゃん分かる人いるのかな。このさ、走ってる7人の中でさ、ガンコちゃん分かる人いる？いや、でもさ、ガンコちゃんっぽいじゃん。これがピンクだったらよ、絶対にガンコちゃんなのよ。で、ガンコちゃんってさ、可愛いじゃん。
で、がんこちゃんのグッズがさ最近出始めたりもしてるから、いやー可愛いなって思い出にさ浸るために買おうかなって思ったんですけど、さすがにがんこちゃんグッズいらねえなって思ってそこは買うのをやめました。あ、いいねいいね、お尻を守るのが2個ある。ちょっと足がつりそうだな、左手じゃない左足がつりそうだ。手と足の区別もつかなくなってきた私はやばいと思ってる。じゃこれさ、お尻持っといた方がいいかな、まだ2位だもんね。あ、やばい、お尻を、あーやだ怖い怖い。じゃあキノコか、キノコは使って羊の毛さんの後ろについていこう。いいね、羊の毛さん緑が似合うよねいやわかんない、チームのさ感じなのかな、結構緑率高い気がするんだよねわかるかな、みんなね多分このフレンドマイレッジを見てくださってる皆さんは、あこの人は何チームが多いなみたいな、あーてかフォールじゃんっていうのがね多いの多分分かってくれる気がするんだよな。お1位オレンジペア、最終結果緑ペアおめでとうございます。ということで2回戦目やっていきましょう。ピロシキ様さん、品川マリエさん、ピカイチさん、入ってきてくれる方いるかな。お、ほらみん、癒しのヨピだよさんネーミングセンスめっちゃウケる。タツさんほらみんってなんかどっかで見たことあるような感じだな。カミン様さん、ありがとうございます。では4チームにしていきましょう。あれー、私カブトにしてきちゃったよ、なあくんさんあれカブトで来るかなって思ったら全然ロゼッタだったわあの一光さんに見えるロゼッタね。さあ走り始め、カミカミ走り始めましょう。いいね、ファンキーがいるね。今現在ですね、ドンキーコングトロピカルフリーズというゲームをやっております。そろそろね、あの最終回に近づいておりますので、よろしかったら一度見てみてください。私がただ苦戦している動画でございますって言ったらファンキーにやられたわ。ここでさ、やってる動画の話すんじゃねえよって言わじゃねえだろみたいな感じかな。いやちょっと待って、でもブーメラン来てくれたのは嬉しいよ。ここで使っておいて、そうね、あんまり近くにいると当たらないもんね。レベルが上がればブーメランの幅も広がってブインブインって感じなんだっけ。いいね、タツさんがいる。ちょっと大きくなってここはショートカットしていきましょう。あーもうみんなに当たっていきたいのに、そうもいかない。やめてーやめてー、マジであのロゼッタマジで一光さんって呼んじゃいそうロゼッタファンに怒られそうなんだけどさ、えだってそう見えなかったですか、最初のトレーラーのなんとかかんとかみたいな告知動画みたいなの。ここでショートカットしていこう。あほらみ、癒しのヨピだよ、ありがとうヨッシー、ありがとうヨッシー。嘘、今のありかよ。あでもいいんじゃない、これで私は、あ待って、癒しのヨピは私を踏んづけてしまった可能性がある。でも1位でゴール、1位オレンジペア、よしセカンドレース。いいですね、ここのコース苦手だと私は何回も言った気がするんですけれども、言ったっけ言ったっけ、言った気がするんだけれども、言ってなかったら申し訳ない。いやにしてもさ、この動画がいつ出てるかわからないので、いやね、始めたい動画があるからさ、それに対しての結構ね準備とかがあって、まあてんてこまいではあるんですよね。怖いなー怖いなーって思って、あのバナナでもね避けられたから、私はでお尻の後ろにねついてくる人も怖いな怖いなって思うわけですよ。って思ったら私がスリップストリームをやってしまったというねラッキーでさ、ここルートマジわからんわ。ここさまっすぐ行っていいのかな、みんなのルートついていけばいい、ちょっと怖いな、この緑コーラ怖いな。あなるほど、こっちにも道があると。ちょお尻へ投げて、あなんかファンキーが2匹いるんだけど、しかもなんかいい感じじゃない、あの後ろのバスめっちゃ体格に合ってるいや面白い。あでもファンキー怖いからやだ。あいいねいいね、コインもらってお尻爆発してからの、いやピカイチさんとピロシキ様さんが前にいる。いやこの2人よりも前に出れば私は3位以内でゴールができる、ね、めちゃめちゃこんな早口で喋ってるけど、みんな何言ってるか聞き取れてるのかなって私たまに思うのよ。すげえゆっくりのんびり喋ってみたい、痛い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 喋ってみたいなとか思うんですけど、やっぱねヒートアップするこういうゲームはヒートアップした私が見れるんですよね。でゆっくり系のなんて言うんだろう、まあ、謎解き系かなはのんびりした私が見れたりもするんですよね。いやギャップ狙いでいこう、そこはタツさんがちっちゃくなったらこれ投げて、あなんでなんでカーブ曲がりきれないのあの子なんであれだっけ、卵ってあんなにアホだったっけ。
あーにしてもここは私4位か。ちょっと待って、3位でゴールさせてお願い。3位でゴールさせて。ね、違う4位だったし結局1位黄色ペア。ではではファイナルレースやっていきましょう。いいね、いいでしょこのバーガー、めっちゃ美味しそう。バーガーにポテト挟まってるなんて、まあ、見たことないけれども皆さんはポテトにケチャップつける派ですか？私はつけない派なんですよ。さすがにね、あの塩分の取りすぎを気にしてしまうという。あとさ、ポテトってそのままで食べても美味しいからさ、味そこまで濃くなくていいかなって思ってつけないんですよね。でも例えばマックのナゲットだったら私はバーベキューソースをつけます辛いの食べれないから、あのマスタードのね香りもちょっと苦手だからマスタードソースはつけません。あと季節限定とかさ、なんか限定フレーバーみたいなのあるじゃないですか、あれもやらない。私はバーベキュー一択ですもう浮気しないんでね、まあ、その味のね、おいラッキー、味の浮気とかも全くしないからさ、まあ、まあ、よく言えば一途その味だけ。危ないね、今私のこと踏みそうだったでしょ。でもね、悪く言うとその味しか知らないんですよ。それってあれやね、料理していく上でもさ、料理で味の成長がないっていうようなもんだからさ、そこはちょっと良くないかなって思って、まああんまりね、あの好きじゃないアスパラとかね、ここ最近食べたりしたんですけど、やっぱり苦手でしたアスパラやっぱり苦手でした。新鮮なのあるからって、あの母が持ってきたんですけど、いや無理ですねって思って、一口食べてあの母にあげました母にはね、えすごいじゃんここ、まあ、母にはね、あの人の食べかけ食べれないからって言って振られました。1位黄色ペア、最終結果、おやった、1位オレンジペア、ありがとうございます、おめでとうございます。ということで3回目でございます。ちょっと画面の設定させてね、ちょっと待ってね、 OK、 これで OK。 ピロシキ様さん、羊のケイさん、キノピオのホイル焼きさん、ホラミン癒しのヨピだよさん、スプリントさん、品川マリエさん、キノピオのホイル系ずっとやばいのよ、レインさん、ありがとうございます。私はホラミン癒しの、癒しって噛むのよね癒しのヨピだよさんだから、どうしようかな、やっぱヨッピーにした方がいいんだろうけど、私今回ゴールドのねヨッピーゲットできていないので、なんとなくそれに似たヨッピーにした方がいいのかなって。白にしとくか、白ヨッピーにしとこう。違う、ヨッピーではない、ヨピなんだよね、ヨピね。ではファーストレース走っていきます。いいね、エンジェルちゃんにバーニーが可愛い、ピロシキ様さんが1位を走ってる、私のお尻にはバナナがあるからね。いやバナナ当てようとしたら逆に赤コーラに当たっちゃったのよ、一気に7位に転落なのよ。もう前に行こう、前に、ちょっとなるべく前に行って、みんなをなん、みんなにぶつかっていきたいね。ちょっと後ろで品川マリアさんがスターを持ってたから、ここで使って前に行く。ここってさ、ショートカットできるんだ。あ、じゃあ私もそっち行ってみるみんなが行ってるからこそ私もそっち行ってみるっていうね。まあキノコとかスターじゃなきゃ無理なんだけれども、痛い痛い痛い、あそこいつも頭当たっちゃうからさ、気をつけていかないとね。で、またバナナとキノコが、私、あ、何今の、何今の、ちょっとひどくない、ここで加速する、いいね、コインを配ってる、ありがとうございます。いやこれさね、コインボックスみんなでばらまけばさ、みんなでめちゃめちゃ痛いんですけどみんなでさ、めちゃめちゃ緑コイン集められそうじゃないって思うんだけどね。それやるにしてもコインボックスキャラ必要だから、いやなるほど、そっちか、危ない、嘘でしょ、てか終わり、もう7位で終わり、私もしかして、やばい、ごめんなさい、私のせいで、ちょっとドン、あー7位でゴールでした。1位黄色ペア、セカンドレースこそはちょっとね5位以内に入りたい5位っていうね、ちょっと目標設定低めにしておくわ。あまりね目標設定掲げちゃうとさ、私ダメになるタイプなんでね、あの言うたらほら本番に弱いタイプっているじゃないですか、私もろあれなんですよ、本番に弱いタイプで生きてきてるの、このねこの年齢の数よもう悲しいくらいに本番弱いから、みんなの中にもね、痛い、本番弱い人とか多分いると思うんだけど、それはねどうやって乗り切るのかをもう私に教えてほしいわ。
いや意外とねやべえなって自分の中では思ってるのよ。もうちょっと本番に強くならないとなって思う時あるじゃないですか。だから本番に強いタイプはどっちかっていうと妹だったから、あいいなーと思って、でなんかすごいねバカにされるんだよみんねさーってあのそうみんねーとは呼ばれてないけど、あの本当の名前プラスねーって呼ばれてるんだけど、みんねーさーいつもさ本番失敗するよねって、あのほら習い事のね大会とかあったんですけど、なんでコインなんだよそのね習い事の大会とかも、まあでも大会は大丈夫だったか、大会始まる前がもうガチガチに緊張しちゃって、あでもさそれってさ本番に弱いタイプとは言わない感じか、ん本番ではちゃんと一応できてるはできてるからな。ねなんでまたコインなわけ、白ヨシーのスキルってコインだったっけ、ねえちょっと待ってくれる、ね、後ろから羊が来てる、羊がかわいい、これ絶対羊の K さんだ多分ね羊のミーは羊の K さんなのよ。あほらまた緑チームになってるでしょきっと、ほら緑チームだそうなのよ、なんか緑チーム多めなんだよね羊の K さん、いやマジで、あしかもさかわいい着てるのがキャサリンのミーだ、あゴールだ、2位でゴール、あ何 なんか本番強かったな今回。1位緑ペア、ではではファイナルレース走っていきましょう。ファイナルレースか、なんか久々にやったらさ、このだいたいね収録始めて30分ぐらいでこのフレンドマルチって終わったりするんですけど、間の時間も含めてね、まあ、動画ではかなりその間ってカットされてるから、まあ20分前後の動画にはなってるんですけど、基本的にねその待機時間とか合わせたら30分ぐらいなんですよ。その30分がさすごい短く感じるね。で30分あったら動画1本収録できるからね、ものによってはいやって言って、まあ、これを動画にしてるから私何とも言えないんですけど、その緑コイン欲しいな、ありがとうございます。巨大になってたくさんもらったということで、後で皆さんに恩返しをしようかなと思います。この動画を出して、あの出すのかでもないつになるかってさっきも話したと思うんですけど、遅くなってたら本当にごめんなさい。そしたら多分あの数日後なのか、まあ、数週間後の私が動画の最後でご挨拶をすると思いますって言って自分にね圧をかけていくスタイルで、いいよちょっとヨピさん私お尻守ります、いやヨピさんって名前じゃない、私はあなたの名前が分かっているえ多分この方だろうなっていうのは分かってる、ではちょっと私がお尻守ってくから危なかったね今のバナナ、超危なかったマジで、あでも赤コーラも来てくれてるからいい感じに避けていこう、あこれワンツーフィニッシュいけるかな、あれこれヨピさんが、ヨピさんが狙われてるんじゃない、じゃあ私が先頭を張っていきます、頑張って1位を取りますって言うとさ、またさ後ろからの追撃がめちゃめちゃ怖いんだけど、来ないかな、大丈夫そうかな、いけるかな、これでワンツーフィニッシュいけるか、ラストにしていいね、ワンツーフィニッシュ、痛い1位オレンジペア、最終結果1位オレンジペア、おめでとうございます、ありがとうございます。はい、ということで半年経った私でございます。出すの遅くなっちゃって本当にごめんなさい。ということで参加してくださった皆様ありがとうございました、そしてご視聴してくださった皆様もありがとうございます。ちょっと今ね撮ってるのがお昼なのでおやすみなさいではないんですが、まあ挨拶できてよかったということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。